こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。曇っちゃいましたね。白菜鍋です。主食は白菜鍋。で、主食がうどんですね。釜揚げうどん。サムネイルが白菜鍋です。で、ウインナー、スクランブルエッグとボイルウインナーですね。スクランブルエッグとボイルウインナー。こんな感じです。マヨネーズとかを食べないようにしようと思うと、どうしても鍋物の方がいいので、サラダとか炒め物ってどうしてもマヨネーズ使いたくなっちゃうんですよね。で、ちょっと本気で55キロ台まで本気で減らす気なんで、54キロはちょっと体に負担かかりそうなので、55キロ台まで1キロ減らすのにちょっとしばらく鍋続きます。体重 56.6、300g 減りましたね。体重 56.6、体脂肪率13.6、 基礎代謝1318、内臓脂肪レベル5、筋肉量 46.3、 筋肉量スコア-2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 56.6、 体脂肪率 13.6、 内臓脂肪レベル5です。はい、白菜鍋です。白菜鍋、釜揚げうどん、スクランブルエッグとウインナーです。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。失礼します。